台中市民公を前年危機者防前査点、増加雷超速行早手切りを、松室里を受け重そう右目失明、一心位過失傷害松室人重傷罪傷行を判刑7月、公上訴二審、大中高分院審理事、公与え利達成和解、有効賠償利新代兵80万元、公議定撤廠一審判決、改判公有期徒刑6月、特異化罰金、関係2年。不徳上訴、台中市車両業者事故鑑定またぎ委員会鑑定結果、認ため、公が早普通重型汽車、表至り業者完成合資交差路口、六地町天五差点湾見譲る更新中車両選考、ためはじめ自主院、民表指標専業早い判規定、リオガハヤ普通重型汽車、両至り業者完成合資交差路口、超速行ハヤ、未注意車全状況適際安全措施、ためはじめ自治院。判決書差しで、公上2019年7月25日上午8時45分、危機車時中市帰宅走道路吉西南先東北方向外側車道路口しばらく停待点後帰歩、進入走道路与え行く際北時降車路口、翌左転行く際北時時、未検時左転方向等速防前左転。手切りを危機車。沿い走道路同方向外側車道行き至る降車路口、また超速行早、時速至る小54クリ、当時速限50クリ、かつみ注意車全状況しかシャーヒ普及、水与え降を初期汽車発生本堂、二人人車一死因しか当時。利を受け有頭部外傷並び額骨骨折及び額内出血、顔面骨折の障害及び右眼視神経路径受け損の重障害、右目へ矯正後視力わずか脳弁明暗、視神経萎縮、視野前欠損、側失明活難易回復。公はじめ事故止め在現場、並地ドーム解説へ未報名はじめ地人生命の法案しかまえ先現場処理交通事故の陰形、単勝はじめ地しか自主並眼切除裁判。公を危機車防前査点、増加雷超速行早手切りを、松室里を受け重そう右目失明、一心位過失傷害松室人重傷罪傷行を判刑7月、公上訴二審、大中高分院審理事、公与え利達成和解、有効賠償利新代兵80万元、公議定撤廠一審判決、改判公有期徒刑6月、特異化罰金、関係2年。図、本邦資料テル。